週末を前に出会い、自身を見つめる物語はこちら、新井元子先生の一目あなたにです。一週間後、滅びる地球、そのことが知らされる前日、恵子は恋人からガンであると告げられ、別れを切り出されました。日常が壊れていく中、彼女は恋人に会いに行くのです。極端になっていく世界で出会う人々、それぞれの拠り所と壊れていく様を見ながら、恵子は自身に問いかけます。ロマンチックな一冊です。ぜひお読みくださいませ。